タルチジオ・ベルトーネは、イタリア出身のカトリック司祭、枢機卿、サレジオ会士。1934年、北、イタリアトリノ県、ロマーノ・カナベーゼ生まれ。1950年、サレジオ会に入会。1960年司祭助会。教皇庁立大学で、教会法などの教授を務めた。1995年、教皇庁教理省局長となり、当時同省長官のヨーゼフ・ラッツィンガー枢機卿の片腕として働いた。全教皇と非常に親しいと言われる。2002年にジェノバ大司教、2003年に枢機卿に任命されている。2006年9月15日より、バチカン市国国務省長官に就任。同長官は、バチカン元首のローマ教皇に次ぐ地位で、首相に相当し、政治、外交を総括する。2007年4月4日からはカメル連合も兼務。2008年にはフラスカティの司教枢機卿に挙げられた。2009年12月に高位聖職者役職の定年である75歳を迎えたが、直前に教皇から任務の続行を要請され、職務に留まった。2013年8月、後継が決まったことを受けて、国務省長官の引退が受理され、2013年10月15日まで務めた。なお、カメル連合職はその後も務めたが、2014年12月20日に引退し、ジャンルイ・トゥーラン枢機卿にその地位を譲った。2006年には、ダン・ブラウンの長編推理小説、ダ・ヴィンチ・コードの内容を間違いだらけと批判して話題になった。大のサッカーファンで、ジェノバのラジオ局が中継した試合で解説を務めたこともある。ありがとうございます。